った以上の点数ほとんど取ったことないですけど大丈夫ですか？おい、お前ら菩薩顔やめろ。大丈夫、そもそも高校入試はパスできたわけだしさ。菅さん、まあこれで授業中寝てたらマジ覚悟しとけよ。まああんまり落ち込むなよ。遠征は今回だけじゃないんだ。どうやって東京まで行く？走るか、チャリだろ。行く気だ。早く立て直さないと手遅れに。落ち着け。自滅してる余裕ねえぞ。何にビビってやがる。テレビか、浮かれてんじゃねえ。分かった、分かったから菅も落ち着け。菅さん怖え。すいません。やっべえ、めっちゃ睨まれた。へばったらいつでも変わってやるからな。へばりません。はあ、できすぎかよ、できすぎくんかよ、牛若くんはよ。結婚は待ってください。大丈夫、菅原と結婚の予定はない。それは分かんないだろ。手なら俺が握ってやるぞ。いや、俺が。やめろやめろ、清水の匂いが取れちゃうだろうが。うるさい、俺だけずるい。俺もやりたくってる。残暑がある。残暑どうしたんですが、突破できなきゃ俺たちはもう来れないわけか。出たー、ネガティブヒゲ。そうだね、ネガティブ。あいつ手玉に取られんの早すぎだろ。よっしゃー、君のやつらが一番びっくりしてる。触れはなんとかなる。負けねえよ俺たちは。お、月島も合宿で成長したか。はあ、まあ、身長伸びたか。帰れ。みんなで初詣なんて初めてだな。正真正銘初詣ってな。おい、ってことは去年のは何なんだよ。ただの詣かよ。おい、いい加減にしろよ。朝日は何回全員分の俺すげえ動画を見る気だよ。いやー、だってこれ全部かっこいいぞ。こいつら全員仲間かよ。カスのすげえやべえなってなるぞ。うかいさん。だってお前昨日明らかに変だったじゃん。いつも遅刻ギリギリのくせに鍵の管理申し出ちゃったりしてさ。大丈夫大丈夫、大地には言わない。なんつうか、もっと日向の持ち味っていうか才能っていうか、そういうのをもっとこう、菅さんファイト、なんかうまいこと使ってやれんじゃないの。緊張くらい誰だってするんじゃん。ああほらもう。お前のその感じ、小心者の緊張舐めてる。清水は家近いから用事終わったら帰っちゃうよ。やんのかってやるんだろ、これから試合なんだから。あとシティボーイとかやめろ、恥ずかしい。こんな感じか。詳しいことはまたそのうちな。うかいさん、ズボラっぽいのに。お前ら今なんか失礼なこと考えてねえか。なあ、いよいよ最後の。しゃべるな。は？お前絶対センチメンタルなこと言うつもりだろう。いよいよ最後のインターハイだな、とかなんとか。俺はなんかこう外見からでもワイルドな感じになりたいと思って。ほらもうそんなこと言うところがワイルドじゃないもん。はい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 。ナイスブロック月島、ナイスナイス。いや菅原さんが強いとこと試合すると大抵ブロック低い俺のとこ狙われるから、でかいやつ隣にいるとやっぱ心強いな。いや、あの、はい。俺だっていっぱい試合出たい。俺もですけど。でも今コートに入ってみるとさ、相手はでかいし、スパイクは早速俺のとこ狙われるし、正直ビビる。すが、お前まで考えすぎモードに入るなよ。また月島は言い方子供だな。言い争いしてる余裕はないんだよ。どういう意味だ。リボン